マレさん、連戦ですか。ああ私たちの計画は、はい、はあ、マレさんってそういうこと、そういうことで闇に染めようとしてたの？そんな考えを持っていたとは。いやー、どっこいどっこいですな。やっぱり光と闇は両立が一番いいですよね。マレフィセント可愛いな。お前だけでも身動き、アニャマ、いや、非常に困る。ドラゴンの頭、噛みつきタイミング、よく攻撃すると隙ができるので頭から背中へ、え？ん？もう一回。ちょっと待って。ドラゴンの頭かこう足を攻撃するんでしょ？噛みつきをタイミングよく攻撃すると隙ができるので頭から背中へと登り連続攻撃をしてください。はい。これはちょっとポジションが一個しかないから厳しいな。いくよ。ちょっと待って、ラウンドガードが通用するのか。え？この人の足を攻撃しろ。ドッポッドッポ。え？どこにいんの？そら。そら。そら。あ、そういうこと？これジャンプすればいいの？これは困った。わっほー！ちょっと待って、ちょっと。ちょっと、これ非常に困るんだが。なになにこれ、なにこれ。よし。なんかな。ああ、マレフィセント。マレフィセント本当は悪いやつだけど、たまに悪いやつじゃないからな。え、これ蘇り系？ああ、よかった。ああ。なになに？ああ、よかった。リフレクション。へえ、すごい技だね。ああ、終わった！よかった！私普通に戦ってるランク B って初めてじゃない？